の松島慎一郎。今回はイオン高松で行われた歌謡イベント歌謡パラダイスでのステージトークをお送りします。ありがとうございました。もう松島節がこう心に染みましたね心に染みました。はい、そうですか。歯に染みませんでした。あ、ちょっとだけ胃に染みませんでした。あ、そうですか。松島さんとも絡み合った、うん、ありがとうございます。司会は有田さんとアシスタントの永瀬美穂さん。ありがとうございます。歌とはまた違ったねイメージ で、ね、本当に大体キャラはもうオールこのキャラです。オールこのキャラどこに行っても変わりませんので皆さん一つよろしくお願いします。楽しくお話しいただいてます。どっかでこのおっちゃん見たかないう方ちょっと手を挙げていただきません。ああさすがありがたいですね。ありがとうございます。また ね松島慎一郎劇場ね一つよろしく。演歌百選もラジオもやってます、はい、あの多分今手を挙げてらっしゃらなかった方は家にテレビもラジオもない方やと思います、はい、いやいやいや本当はね挙げたいけど恥ずかしいからなんですから。そういうことですいません、はい、あのすごい親しみやすくって、何でも話せるんですね。そうですよね本当。あの僕ら10月20日に娘という曲を出されるそうなんですけど、はい、さっきあの娘だったらっていう私がもしも松島さんの娘だったらっていう話をしてたんですけど、その時は答えなかったんですけど、やっぱりちょっと自慢できるお父さんだなって。いやありがとうございます、はい、何も出ませんよあれお祝儀袋はほなこう回しますわありがとうございます。それはこの歌はね、あのどういう感じの、ね、あのね、はい、あの皆さん娘さんお持ちの方、まあね、お年召されても経験あるじゃないですか、お嫁入り。小さい頃お父さんのそばで寝たり、入学式についてきていただいたり、二十歳の、ね、成人式、ほんで最後にはね取られまんねんこれね、えらいことですね。僕もね泣くと思います。だけどね今から心の準備でねちゃんと歌を歌いながら噛みしめてね、過去を振り返って現在未来まだ経験してないんですよ。3番はね、2番も3番も今あの1番の中途半端なところで止まってますね。はい、この後が待ってます。はい、よろしくお願いします、はい。それでは10月20日発売になります娘、いただいた後、生き男松島さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では聞いてください。今予約受け付けてますから、インターネットでも CD 屋さんでもね買っていただければありがたいと思います。歌い手は CD が売れてなんぼです、ね、作詞作曲家は印税が入ります。歌い手は CD が売れては何にもならんぜですわ、はい、よろしくお願いします。ではよろしくお願いします。10月20日に発売される娘を披露しました。